ょうがないな、もうお母さんが出る。はい、もしもし、八重でございます。うわあ、ホームアローンかこの家は。来いよ貴婦人。おい、どうした、走る気あんのかよ。この絵、お前美術の時間にこんな絵描いたら先生怒るぞ、お前こんな。うわあ、ブンブンハロー YouTube、 どうもヒカキンです。本物です。今回の動画はドキンちゃんとデヴィ夫人がボクシングする動画ではありません。記憶喪失の主人公が見知らぬ館で目を覚まし、そこに残された日記などから記憶を取り戻していって、自分は何者なのか明らかになっていくというゲームです。というわけで行ってみよう。あー、おはよう。たっぷり寝たっぽいわ、なんかどうやら。ライト、はい、たっぷり寝たっぽいな。うん、あー、お決まりだわ。脱出ゲームだな。オッケー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 。まあ、じゃあ探索しろっつう話だ。この汚ね家を。な。大家族変なとこに置いてんな、これ。おお、持てた。持てちゃったよ。こんなクソいらねえもん。一応持ってくこれ。ねえ。あ、同じのあるね。ん？あ、置ける。おお。もしかしてこれ左右対称なのかな？これさ、これ持って、だからこれと同じようにここの角に置くと、ん？置け！置け！置け！ギー！悪ホラー！うわ、謎解きか。俺の苦手なジャンル来たぞ、これ。なあ。うわー、いや、怖いな、お前。ガシャガシャすんな、お前。自分ちかどうかもう定かじゃねえんだぞ、お前。で、これで、お？え？ギコギコ鳴ってるよ？あっち側のベッドで何か起こってるんじゃねえだろうな。まったく、電話だ。お、走れる走れる。いいね。何この QR コードの読み込みみてえなやつ。特に、ん？これ開けられる？おお！ん？何？ん？電話だ。はいはいはい。ちょっとあんた出て！もうしょうがないな、もうお母さんが出る。もういいよ。はい、もしもし、八重でございます。あれ、もういい。開いてる。え、ギーコーギーコーの部屋開いてんだけど。うわ、やらしいシーン見れる可能性がある。そーっとそーっと覗け、そーっとそーっと行くぞ、そーっと。ん、なんだこれ、物置。え、なにこれ、ストーブみてえなやつ。ん、なにこのストーブみたいな、このお前なあ。お前、美術の時間にこんな絵描いたら先生怒るぞ、お前、こんな。うわ！え？次のニュースです。え？何？連日、報道されている。はい、何？強盗殺人事件ですが。強盗殺人？被害者の家で謎の絵画が発見されました。被害者の家で謎の絵画？家の画家のもので、家主が不正に取引をして手に入れたもののようです。また、現場には一切加害者の手がかりがないことから、うざい！近隣住民からは、画家の呪いではないか、はあ、という噂も広まっているとのことです。何？あ、着いた。え、あ、亡くなってる。強盗殺人の被害者にの家が多分ここなんじゃないか。で、謎の裏ルートで取引した絵が呪いの絵っぽいからそんなこと起こったんじゃないかみたいな。で、さっきのがその呪いの絵ってことは、ここ強盗殺人があった家ってこと？うわぁ、びっくりした。そういうことっぽいよね。怖い。こいつは何者なの一体。俺は一体。ここは誰？私はどこ？全然わかんない。まあ、探索していくか。ん？何これ？なんだこの絵は。何これ？押せる。ん？なんだこれ？あ、これさ、ちょっと待って。このカーテンの向こう側の、これ。ライオンヘビ。なんだこれ？ハト。よし、オッケー。ライオンヘビハト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 。おお！おい、忍者屋敷かよ、これ。鍵ゲット。よし、進むぞ。もう基本ダッシュで行くわ。ここの鍵ぽいな。おー、オッケー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 。いや、もう帰れるんかい！ウェルカムって、もう普通に帰れる。ん？え？あ、これさ。あ、階段壊れてるわ。ジャンプしろよ、この高さくらい。もう出口すぐそこじゃん。ねえ。
もうここ出口すぐなのに、こっち側もほらね、やっぱまあどうせ行けないようになってるんだよ。うわ、強制イベントだ。何この絵。もう俺から言わせれば全部呪いの絵だぞ、これ。なあ。怖いんだな、これ見ろよ、お前。怖いんだから。例えばなんか日記の切れ端探せって言ってたな。ちょっとあっち側もう一回探索するわ。日記の切れ端そういえば見つけてねえわ。あ、これか。お父さんの仕事をようやく知ることができた。一階で孤児院を開いているらしい。隠すことじゃないのに。おー、なるほどね。お父さんは孤児院を開いていたと。まあ、こういう日記をね、見つけつつ、ダメだ、もうめんどくせえわ。めんどくせえわ。もう戻るのめんどくせえわ。行くわ。まあ、とりあえず一階で孤児院やってたんだ。一階でね。まあ、一階行けねえんだけどな。よし、じゃあ進んでいくぞ。怖っ。だから多分、ここのお父さんはこういう不気味な絵集めるの好きだったんだな。クソじじい。すげえ、螺旋階段！螺旋階段！何？心臓に悪いよ。ん？あ、これが割れたのか。ん？おー、なるほどね。お、日記日記。まさかこんなことになるとは、突然のことだけど、ある出来事が起きて海外へ行かなきゃいけなくなった。食料は十分に用意しておいた。息子よ、一週間の辛抱だ。なるほど、まあお父さんはなんかの用事で、一週間海外に行くことになったけど、食料あるから頑張れよ、みたいな、まあそういう感じだったんだ。へえ、なんか奥にのび太くんみたいな絵飾ってあんな！まあなんかいろんな絵があるけど、ちょっとライト消すか。はいはいはい。おぉ！おぉ！おぉ！なに？あ、これさっきもあった。なんで同じ絵がもう一個あんの？これ無印とかに売ってる？実は。開く？開かない。失礼します。開くわ、ここ。おい、いるな、絶対。絶対いるな、もう今のうちに倒してやるから。あれ？ダメだわ。あ、日記だ。何があったんだろう。一週間で戻ると言ったのに、三週間が経っても帰ってこない。そろそろ新聞が届く時間だ。まあ、朝方ってことなんだな。三週間経っても帰ってこない。お父さんいない間にすげえ散らかりようだな、これ。ここは、多分何もない。で？あ！いいじゃん！斧あるよ！ねえ、斧で叩き割ってやればいいんだよ！なあ、ダメだ、取れない。進むこと3時間。あれ？同じとこ戻ってきちゃったよ。あ、でも斧だけなくなってる。え？え？あれ？うわっ！あ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 っ！雷か。ああ、びっくりした。ああ、外のお天気が悪いっつ話か。びっくりした。ワインある。飲んじゃおう、これ、お父さんが帰ってくる前に。え？あ、これ先進めるようになった？ん？いや、わかんねえ。え？ライトあ、ライトつかねえわ。え、なに？なんか音する？え、なんかカメラの音みたいな。え？あ、カメラ置いてある。あ、自動パシャパシャ。おい、ポーズ決めてやれ。おい、おじさんのヌード撮ってやるからな、これ、ほら。おい、カメラに映し出せ、おじさんのヌード。持つ。あ、撮れるわ、これ。おい、女子寮に突撃してやるわ、今から。ブラボー、酔っ払いおじさんですよへへふぅ、あ。これ、ねねちゃん御用達のうさぎじゃん、これ。なあ。ねねちゃん御用達のうさぎさんだ。まあいいや、そんなことはどうだって。おい！ホームアローンか、この家は！おお！なになになに？え、なに？え？あれ、カメラなくなっちゃったよ。お！あったかい部屋出た。ギター置いてある。え？なになになに？でけえ屋敷だな、しかし。お？これ待てよ。裸足の血の足跡がついてる。何があったん、ここで。あ、強盗が。ああ！これ、燃えるぞ、いずれ。こっちか？どんな作りしてんだ、これ。ここは？開く？あ、開く。おー。おい、夕飯リンゴだけって、俺、ウサギじゃねえんだぞ。なあ。うわ、謎解きっぽいな。
まあ、とりあえず見て回ろう。この質素な部屋を。こんな金持ちそうなのに、リンゴって。このサイズのリンゴ見つける方が苦労すんぞ。金持ちの考えることはよくわからん。ここは開かない。怪しい。怪しい。あれ？ん？ああ、なるほど。あ、多分これあれか。ここにぽい。あ、光った！ってことは、あと赤のブロック探せばいいんだな。まあ多分普通に考えてこっちでしょ？うん。ここあるわ。ある。汚ね、風呂場だな、しかし。カーテンもボロボロじゃねえかよ。で、どうせあれでしょ？ここに、これを入れたら、わー！この家、ドアの開く音がゾウの鳴き声なんだよな。意味わかんねえわ。これは？航空機墜落、あ、もしかしてパパが乗ってる飛行機墜落したから1週間で帰ってこないんじゃない？生存者確認できずって書いてあるぞ。うわ、怖えな。まあ、いっか、先進むか。え、なになに？おい、待てよ。よかった、最初からじゃなくて。え？来る？来る？あ、やばい！来るわ！来るわ！やばい！やばい！やばい！殺される！やばい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 ！ライオン助けろ！ライオン助けろ！あ、でも意外と足遅い。なんでドア開くの、ここ。まあ、やばい！やばい！やばい！もう、もういい。もういい。もういい。もういいよ。もういい。もう慣れた、慣れた。もう慣れた。もういい。いい。よし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 。行くぞ行くぞ。あ、いた。はい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 。あ、これでもほら、一回じゃん。一回じゃん。ほら、おい、来いよ、ヘタレ。来いよ、バカがよ。あ、なんだ。え、誰かいるよ。え、誰かいる。え、でも。めちゃめちゃあっさり脱出できたんだけど。え？え？警察？あ！警察いる。助けてくれ！助けてくれ！え？え、バッドエンド？なんで撃たれたん？え？バッドエンドってことはグッドエンドもあるんでしょ？え、でも、俺思い当たるのが、さっき逃げてる最中にドアバーって開いたじゃん。あっち側行くっていうオチ？もしかして。まあ、わかんないけど、ちょっとあそこまで戻るわ、じゃあ。初めての補充、自力中、にゃ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 。はい、せーの、よいしょ。相変わらずドアの開く音がゾウなんだよな。ってわけで、ここまで来たらもう安心。あとは貴婦人と追いかけっこするだけ。どうだい、貴婦人、こっちまで、おーい、カーテン閉まっちゃねえよ。よし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 。はいはいはい、はいはい。来いよ、貴婦人。おい、どうした、走る気あんのかよ。じゃあ、な、あ、もういい。怒った。俺をマジでキレさせたな。お前マジで俺のことキレさせたな。ああ、もう一番キレさせちゃいけない奴をキレさせたな、お前。ああ、もう知らないからな。ああ、もう怒らしちゃいけない奴キレさせた。あれ？ん？でも日記めっちゃあるよ。家に泥棒が入ったようだ。後ろから思いっきりパイプで殴ったら気絶したようだ。目を覚ましたらどうしよう。え？そうだ。力が叶わないなら怖がらせて追い出せばいい。仕掛けを作って玄関まで誘導しよう。ホームアローン。仕掛けに驚いている様子だ。最後の仕掛けは失敗するわけにはいかない。僕が着ぐるみをかぶって外まで追いかけるからだ。僕は一人だけどお父さんが帰る日までこの家を守らなくちゃ。え？緊急速報です。連続事件の犯人はナイフを持って市内に潜伏しているものです。え、俺が、え、俺、不用意な外出を避け戸締まりを確実にしてください。え、俺が強盗じゃん。繰り返します。え、そういうこと。あ、鉄パイプで殴られて記憶なくして目を覚まして、それで一人残ってる子供が、こいつを追い出すためにいろんな仕掛けを作ったりして怖がらせて、で、俺はまんまと外まで走って逃げたところを警察官に撃たれたと。ってことはこれトゥルーエンドだけどバッドエンドじゃん。俺が犯人だったってことかよ。次は失敗しないからな。